昔昔、ある村に一人の貧乏な男の子がおった。男の子は逆立ちするのが大得意。こうして逆立ちして歩いておれば、つらいこともみんな忘れることができるのじゃった。今日もこんなことがあった。明日は正月だというのに、この子の家には一粒の米もなかった。それでいつものように、おじさんとこ行って金借りてきてくれや。はい、行ってきます。ほっほっランランタラランガラン。おじさん、おじさん。バカもん、貸した金もよう返さんのに、そんなにたびたび貸せるか。ランダラランダッとよ。ゴンゾーおじさんは金を貸してくれなかった。まあ、ええー、わい、どーらぼちぼち家さ帰るべよっと。あらよっこりゃきっと狐の仕業じゃな。お前さん元気じゃのう。おめ狐じゃろうが。狐だって。わしゃ仙人じゃよ。わしはお前にこの高下駄をやろうと思ってきたんじゃよ。こんな下駄をか。そうやとも、この下駄は大層ありがたいもんなんじゃぞ。こんなボロ下駄がありがたいの。そうやとも、その下駄を履いて転ぶとえ。そうするとな、小判が一枚出るのじゃよ。嘘ばっかり。いえいえ、本当やと思う。じゃがな、あんまり転びすぎたらあかんぞ。背がだんだんちっこうなって元に戻れんようになるんでな。ふん、こんなボロげたから小判が出るのか。ええか、くれぐれも言うとこが、あんまり転びすぎるなよ。元に戻れんようになるでな。こうして息子はひょっとしたら狐に騙されたかもしれんとは思うたが、それでも下駄を履いて逆立ちしながら家へ戻っていった。あらよっ。おじさん金貸してくれたかや。ダメだ。そうか、そうじゃろな。おか、芋でも食うべ。そうじゃな、仕方ないな。その下駄一体どうしただ。これか、何やらへんちくりなじいさんが出てきてな、オラにくれたんじゃよ。おっと、おっとっと。小判、おっか喜べ。あのじいさんの言うたことは本当じゃった。この下駄を履いて転ぶと本当に小判が一枚出てくるぞ。コロリンチャリン。
息子はこうしてあと二度転ぶと小判は全部で三枚になった。母と息子はこれで年が越せると手を取り合って喜んだ。こうして息子の家ではこの下駄を宝物として神棚へ祭り、正月には餅をついて近所へも配った。お母さんの病気もいい薬を買うてすっかり良くなったそうじゃ。ところがこの下駄の噂はたちまち村中へ広がり、やがてはあのケチン坊のゴンゾーおじさんの耳にと達することになった。おじさんはすぐさまやってきた。この頃エロ景気がええそうじゃないか。いらっしゃい、今お金を返しに行こうと思ってたところです。ふう、あれが評判の下駄か。おじさん、ダメだよこれは。まあまあええから。どいたどいた。あ、金返すのは後でええから、二三日借りていくぞ。ええ。あ、おじさん、その下駄使い方が。まあまあ、そらケチケチするな。同じ親戚じゃないかよ。あばよ。こうしておじさんは宝の下駄を手にすると大喜びで帰っていった。さて、家に帰ったおじさんは家中を閉め切って庭に大風呂敷を敷き詰めた。そしてどれどれ小判じゃ、小判じゃ。本物の小判じゃ。ずってんごろん、ずってんごろん、ずってんごろん。出るわ、出るわ。ずってんごろん、うわ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 、ずってんごろん、うわ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 。そしてその時、ちょうど息子が心配になって駆けつけた。おじさんの庭は小判でいっぱいじゃった。息子は大急ぎで庭に駆け下りた。おじさん、おじさん、おじさん、どこ行っただ。おじさん。返事がないので、息子は手当たり次第小判の山をかき分けた。と、中からあの一本足の下駄が出てきた。あったか。その時、何やら妙な虫らしきものが下に落ちて小判にしがみついているような様子じゃった。なんじゃ、変な虫。息子にポイと捨てられた虫は、どうもゴンゾーおじさんにそっくりな顔立ちじゃった。じゃが、おじさん一体どこへ行ったんじゃろう。
まあええわ。こうしてゴンゾーおじさんはもう二度と人々の前に現れることはなかった。あんまり転びすぎて小さな虫になってしもうたのじゃった。そもそもこれがあのゴンゾー虫の始まりじゃったと。